日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。コメダコーヒーの小倉ネージュと小倉ゆずロワールを食べたいと思います。先日コメダと森永のコラボお菓子を食べてたら久しぶりにコメダ食べたくなったなと思ってやってきました。そしてコーヒー、アイスコーヒーで、普段自分はフレッシュとか甘みは入れないんですけど、コメダでは入れた方がおすすめだということで入れてみました。それではチャンネル登録よろしくお願いします。相変わらずのボリューム、熱々でクリームが溶けちゃう白のワールか、柚子のワールからいただきます。お油というだけあって中から小豆もひょっこり顔を出してくれましたので、ではいただきます。朝一番からさっぱりすっきりできるスイーツって思ってくれたの？嬉しいわね、そういうのって。ええ、アイスクリームのひんやりまろやかな甘さと冷たさに柚子のさっぱりとした酸味が加わることで、結構酸味が酸っぱさで目が覚めますね。でそこにさっくりとしたデニッシュ生地やふにゅっとしたバウムクーヘンの生地、アイスクリーム、溶けたアイスクリームはよく染み込んで美味しいです。そうだ、何、小豆のさっぱりとした甘さも入って、なんかさっきからさっぱりばっかり言ってるな。もっと他に表現ないのか、自分ももっと鍛えていかないと。詳細なレビューはこの後すぐ行いますので、動画はそのままで、いざレビュー開始します。ごちそうさまでした。最初に食べたゆずオグラノワールもクロネージュもどちらも柚子のさっぱりとした酸味と小倉の甘さがソフトクリームと、あ、よく合ってました。であとは生地の部分が違うんですけど、違うといえばノワールの方はさっくりしていて口の中で香ばしさが広がり、クロネージュの方はふんわりしっとりとしていて優しく広がってくるような食感ですね。なのでこの辺りは食感と生地の好みの違いかなと思いました。柚子や小倉が好きなのであればぜひどちらも食べてほしいですね。自分はノワールのさっくりした方がクリームや柚子により合うかなと思ったので、今回は代表として5点とさせていただきます。コメダ久しぶりに食べましたけどボリュームも安定で美味しいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。